AKB48 の矢作萌香が、フジテレビ系、未来モンスター、毎週日曜前11時15分、11時45分の新 MC に就任することが31日、発表された。矢作の音って、単独でのバラエティ番組のレギュラーで、初の MC 挑戦。関根勤、横山由依と一緒に MC を務める。このほど、収録が行われ、矢作が取材に応じた。AKB48 からの卒業と韓国での再デビューを発表している、高橋ジュリーからレギュラーを引き継ぐ。矢作は、もともと仲良しの高橋ジュリーちゃんが座っていた席。それを受け継ぐのはドキドキ。今日も、ジュリーちゃんからアドバイスをもらってから家を出てきましたと、笑顔。アドバイスの内容は、メイクのコツと、関根、金さんに挨拶するんだよと、天真爛漫に明かしていた。スポーツ他様々な分野の未来の怪物、金の卵を紹介する番組。日曜のお昼で、ちょうど起きる時間なので見ることが多かった。スポーツに触れる機会はあまりなかったので初めて収録に参加してリフレッシュした気がしますと初回収録を振り返っていた。中学時代は一時陸上部に所属。ただ50メートル走で12秒台のタイムだったそう。陸上部に一瞬入りました。何を考えていたのかすぐに辞めました。その後は帰宅部ですと明かし、できる方の輝きを見たいと胸を躍らせた。また、同じく4月から、未来モンスターに加入する俳優の磯村勇とは、矢作の天然っぷりに、話を振って、どんな言葉が返ってくるのか読めない。まさに、モンスターと驚きを隠さなかった。それを伝えられた矢作は、周りからも、よく、平成最後のモンスター、怪物だと言われて、と苦笑いしつつ、もっと可愛い生き物にしてほしいと複雑な心境を口にした。自身のモンスター要素は、顔の可愛さと喋り方ですと分析。先輩たちにも怖がられる。笹原、里乃さんにも、出た。と言われるんですと、いたずらっぽい笑顔を見せた。番組には、先輩の横山由依も、ずっと手をスリスリしてくださった。今日は緊張してますと言ったら、嘘やん。って、でも、ずっと手を握ってくださって安心させてくれたとサポートに、感謝していた。矢作は4月7日の放送分から登場。サッカー、石井球慶選手、13を紹介し、練習や試合の様子に密着している。